ここちょっと後でトリートメントもしましょうね。だからあの痛いのとかもあの痛みつけてる痛みではなくて、その滞り部分を流すための痛みなので、やった後すっきりするんですよね。なんか最近なんか曲とかも暗いのしか聴けなかったけど、久々に明るいの聴きたくなってきた。よかったよかった。そう、やっぱもうすごい変わってきてます、今の時点で。背中も、うん、押しやすくなってきました。そうです、まあ、よかったよかったよかった。やっぱね、体が気持ちいいようにするの大事なんですよ。これさっきと同じように押してますけど、痛いですか？大丈夫なのかなと思って。ここちょっと後でトリートメントもしましょうね。痛いね、痛いね、痛いですね。冷たいですからね、うん、痛い筋が釣りそうですか？筋なくならない。筋はなくならないですね。押してもなくならないです。汗出てきたんで、いいことですよ。はい、あの足の裏って、うん、あのか油は出ないんですよ。汗腺しかないんで、うん、足の裏って常にこうしっとりしてることで、うん、あのまあ角質ができないですよ。あ、そっか、やっぱり乾燥しやすい。そうそうそう、ストレスがあると、まあ、多汗になったりかかなくなったりみたいな、うん、汗がうまく調節できなくなったりするので、それでまあ足の裏とかカサカサっていうことも出てくるんですよね。怖い。大丈夫ですかね、やっても。あ、こっちそうでもないですか？同じなんですけど。さっきと全然違いますね、リアクション。はい、ちょっと良くなってきたんですかね。はい、足冷たいので、後でこれちょっと、うん、あのヒートジェルとかでやっていきましょうかね、トリートメントもね。はい、とりあえずちょっと体全体やって。それ左の背中なんですよね。今もちょっと左の方がちょっと盛り上がってる感じになってて、はい、これ痛いですかね、大丈夫ですか？痛い。ちょっと叩きましょうか。特選しますね。
痛い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 。あー痛い。その辺痛い。そうですね。この辺結構広背筋とか大臀筋とかこう脇からくる筋肉と、まあ、肩周りの筋肉というか肩甲骨から出てる筋肉がありまして、まあ、肩こりの人も腰痛の人もこの脇はほぐした方がいいっていう。ああ。中もいやだいぶ、カーブ違ってきましたね、うん、痛かったですかね。結構肩周り痛いですね。いやでも本当楽になった。もう良かったです。なんか。お祓いしてなんか悪霊が取れた感じお祓い効果でも私あれ実際そうだと思うんですよね。なんか肩叩いたりとかしてるじゃないですか、お祓いの時ってなんかえいとかで叩くじゃないですか。あれなんか筋肉緩いじゃないなんかやっぱ普通に体凝るからあれリフレとかもそうなんですけど、うん、ストレスがある人って、うん、常にちょっと緊張してる感じになるんですよ。あ、そうなんですね。そうで、あのはぁとかなんかでかい声出して、うん、バシーとか叩かれたりすると、うん、めっちゃこうその緊張感が強くなるじゃないですか、うん、そうすることによってどっと緩むんですよ。あ、一旦ゲッて上げちゃって、うん、そうするとポッと緩むんで、うん、はいどうです落ちたでしょみたいな言われると、あ、ね、助かったみたいなそうなんか半端になんか頑張ってとか大丈夫よとか言われてるとなんか違うみたいな、刺激がなんか足りなくなってるというか、うんうん、なんか変に力入ってるのところだから、あの寝ようとしてもなかなか寝れないとか、うん、かえってなんか言ったらなんか迷いのある時に滝の荒行とか、うん、なんかよりきついことをすることによって、うん、なんか達成感が出たりとか、うんうん、なんかこう変に力が入ってたのがめちゃめちゃ力が入って抜けるみたいな、あ、そうみたいな効果があるらしいです。